ーディションといっても普段のキャラクターを見たいんで芝居はしてもらえません。話した感じとか空気感で選びますから、申し訳ないけどそこは相性なんで、ダメでも恨まないでくださいね。大丈夫、劇団の公演は向こうでもやるから。テレビはほら向き不向きがあるじゃないな。じゃあ俳優を始めた頃は割とすぐチャンスをつかんだんですね。そうですね。でもその後すぐ自滅しちゃいまして、主演女優好きになって。何その面白そうな話。俺19で若い取り立て屋の役をやって、青柳っていう旅館の若おかみの話でね、うん、青柳は取り立て屋のくせにその若おかみにベタ惚れなわけですよ。10歳も年上の優しくて頑張り屋の若おかみにね。その女優さん本人も甘えないしブレないし素敵な人で、本当に好きになっちゃって、である回でついに青柳が若おかみに告白するシーンがあって、もらった本にあって。マジですか。すげえいいセリフがあって、勘違いした青柳がカッコつけて言うバカだけど本気のやつで、俺うわ青柳会来たっつってテンション上がってめちゃくちゃ練習して、もう下手になるぐらい練習して。いやいや、もともと下手だったんだってば。分かってますよ。だから言えなくなっちゃって、本気で好きになった人の前で NG20回、30回ぐらいやりましたっけ。あれ、あのセリフなんつったっけな、30回も現場で聞いてたのに忘れちゃった。俺はあなたを幸せにできないけど、あなたは俺を幸せにする。あなたのいない人生なんかいらない。と、まあこういう感じで。こりゃきついわ。言えないわ。青柳バカすからね。きついな。いやいや、俺が考えたわけじゃないですからね。ああ、そうか。それはさ、篠田さんが考えたんですか。考えたの。いや、俺が考えたわけないよ。気持ち決まりました。はい、いい。私売れるって。今の俺なら逆に売れるって。地方で知名度上げて東京でブレイクする可能性もあるって。そうね、きっとうまくいくと思う。うん、だからこれでおしまい。いや、考えてみたらこれからって時に訳ありの女連れてくことなくない？ねえ。そうよね、人気商売だし大事よそういうの。すいませんね、いい加減で。ううん、お芝居に専念するってことだから。あ、そう言えばいいんですね。じゃあそういうことにします。ほんと調子がいいんだから。
全部忘れる。あなたの全部。嘘がつけないって言ったじゃない。私といると嘘がつけないって。泣くな、バカね。撮ってみたんだけど。いいじゃん、かわいい。うん、気分変わっていいでしょ。うん、なんかそんな変わってないような。もうあれどこ行った。佐伯くんちの鍵引っ越しの後預かってた。明日会社に返すんだよ。そこのボードにかかってる。ああ、あれ、これ3つなかったっけ。最初から2つだった。ありがとうございました。お疲れ様、お疲れ様です。あ、課長、あ、すいません、来週有給もらいたいんですけど。有給？珍しいね、若林さんが休むの。見送りに行きたくて。ああ、佐伯君、彼まだこっちにいるの？なんか急に引っ越したからさ。あ、劇団の仲間のとこにいます。壮行会もこれからだし、奥さんと由美香ちゃんたちにもお願いしてます。課長も来てくださいよ。若林さんは一緒に行ったりしないの？福岡に仕事辞めて。まさか。劇団の手伝い楽しそうにしてたじゃん。俺と一緒に行ってくれって言われたら行ってましたけどね。残念ながら私じゃなかった。だったらいけませんよ。すみません、上条課長。はいはい。先日返却された社宅の鍵なんですけど、はい、やはりもともと3本お渡ししてたみたいなんですよ。はい、え、じゃあ1本まだ。行かないの？もう、マキオも行くの？うん、行くよ。なんかいろんなもの食べられるんだって。お父さんその日仕事入っちゃったんだよな。いただきます。よろしく伝えてて。うん、マキオ口についてるよ。あ、ごめん。もう汚いな。うん、大丈夫？退屈してない？はい、楽しいです。皆さん面白いですね。お酒入ってるからね。マキオ君食べてる？はい。すいません、急に母来られなくなって。あ、熱出ちゃったんだって。うん、そっか。じゃあしょうがないね。
だこんなんじゃ。行かなきゃ。なんで？そっちこそ空っぽの部屋で何してんの？どうしたの？おかしいでしょ？ずっとなのよ。あなたがいなくなってから部屋に入り込んでただ座ってるの毎日。私鍵まで盗んで。たまらない。そういうことできんじゃん。女だから。そう言ったでしょ。最初に。ちょっと違う違う、そういうんじゃないの。違うんだってば。やめてよ。あのさ、本当怒るよ。好きになったからちゃんと言えばよかったって。あなたのように気持ちちゃんと伝えればよかったって。言わないのはずるい。私あなたのことが好きになりました。でも私の好きっていう気持ちのその先にあることはどんなことがあってもダメで、だったら私はこの気持ちを胸の中に押し込んで絶対にしまっておかなきゃいけなかった。でもできませんでした。離れてしまう前に伝えたいことがいっぱいあるんです。あの橋の下で何も言えずに別れてからあなたに話したいことが泡みたいにどんどん膨らんで頭の中パンパンになって、芝居頑張ってくださいね。もう一度チャンスが来て本当によかった。あなたならきっとたくさんの人に好かれて認められます。ずっと応援してます。あと体には気をつけて。若いって言っても役者さんは体が資本だから。年を取るのは早いよ。福岡はお酒が美味しいだろうけど飲みすぎないで。女の人とはちゃんと付き合って、素敵な人を見つけてね。あとまだあんの？青柳のセリフ最高だった。あなたの口から聞けて嬉しかった。
ありがとう。いろんな思いさせてくれて。苦しかったけど、でもやっぱり好きっていう気持ちは胸の中にほんの小さくあるだけで、信じられないくらい熱くって。あなたは私を幸せにしてくれました。一緒？え、そうですけど。なんで？課長がそっちに行く。多分もう行ってる。え？由美香ちゃんに電話があったの。お母さんは来てないって言ったら、あなたのこと聞かれて、いないって言ったら急に電話が切れたって。課長が来る。なんで？早く。出てくんだよ、何があっても。え、どうしたんですか課長。どこに隠した。何をですか。うちのどこに隠した。ちょっと勘弁してくださいよ。何を。甘く見んじゃないよ。何をですか。俺たちをだよ。たとえお前とどこだってもな、絶対あいつはお前を選ばないし、俺はあいつを渡さない。何の苦心だ。陰でこそこそやってて楽しいのか。なんか勘違いしてますよ課長。課長言ったじゃないですか、奥さんのことそんなことできる人じゃないって。なんもないですよ。いや俺の方はありましたよ、正直言うと。でも奥さんの方は全然。あの人の頭の中にはいつでもあなたがいて、子供たちがいて、絶対消えない。あの人は家族のもので、俺にはどうすることもできない。悔しかったっすよ。なんで信じてやんないんすか。俺には渡さないって自信あんでしょ。だったら信じろよ。一本ポストの中に入れっぱなしになったのを思い出したんですよ。後でお宅のポストに入れておきます。いろいろお世話になりました。顔大丈夫か。いえ、こんなの。本当に悪かった。すまん。元気で
出て。精一杯嘘ついて最後まで守れ。もしもし、お父さん、どうしたの今。ユミカたち迎えに行くついでにご挨拶に行こうかと思って向かってるとこ。お土産買ってたら遅くなっちゃって。お父さんはまだ会社？今日は遅いの？離婚するの？寮の親権を争ってるからまだ調停中だけど、多分負ける。いいの？よくはないけど、私が選んだことだから。そっちは平穏無事なんでしょ？なのに元気ないね。どうしてだろうね。泣いてないからよ。思いっきり泣いてないから。でも私に泣く権利なんてないよ。そんなことないよ。恋をしたんだから。恋をしてそれをなくしたんだから、泣いていいのよ思いっきり。っていうか泣かなきゃダメよ。私の短い恋は二人だけで会った夜が2回、キスが2回、数を数えるとたったそれだけ。たとえどこかでまた巡り合ったとしても、その時はもうお互いを思うことはないんだろう。でもきっと甘い記憶や小さな熱の痛みは消えることなく体に残る。恋ってそういうものだ。もしもし、若林さん、どうしたの？今、福岡の病院から連絡があって。佐伯くん。
もしもし、夏さん大丈夫ですか？夏さん、もしもし。あなたのいない人生なんかいらない。